小林麻也、グッドラック、降板へ、元 TBS でフリーアナウンサーの小林麻也41歳が11月12日、木曜レギュラーの TBS 系、グッドラックを欠席。このまま降板となることが分かった。降板理由については、自身が担当したファッションコーナーで、スタッフとトラブルになったことを挙げているが、 ネット上では降板理由をめぐる関連ワードに任の男が急浮上している。一人は MC の立川志楽く57歳。先月29日の放送会で乳がん治療を中断して不妊治療を再開したタレント大田光を特集した際、志楽が母親がいないとね、子供にとっては不幸なこと、と発言。これに小林真也が反発し 母親がいないと不幸だっていう風におっしゃったのは、私はそういう風に思いません。母親がいない人たちだってたくさんいますし、母親に虐待を受けている人たちもいます、と涙ぐみながら訴えた。小林麻也は、翌日の30日に、自身のブログで、どうしても言わなくてはならないことだったので勇気を持ち、覚悟を決めて言いました。 人生においてどうしても声を上げて言わなければならない時があります私にとってはそれが昨日の放送でしたと綴っているもう一人はアメリカ大統領選に立候補した民主党のジョー・バイデン氏77歳だ今月5日の放送会で米国新大統領がもたらす日本へのメリットデメリットを特集した際小林はバイデン氏が過去に 複数の女性スタッフからセクハラで訴えられたことや、娘が薬物所持で逮捕されていた子などを列挙。その上で、人柄的に、そういう情報を聞いてしまうと、私はトランプさんかなぁ、と述べた。バイデン氏の娘は薬物逮捕後、不起訴処分となっている。さらに司会の国山派遷、アナウンサーが、やはりこういうスキャンダルを聞いてしまうと、と返すと、小林は、 スキャンダルって言うんですか、これを、と感情的に反応。この放送から2日後の今月7日、小林は、こんにちは。今日からブログコメントオフにします、と発表してコメント欄を閉鎖した。ネット上では小林の交番騒動に付随して、白く、バイデン、というワードが飛び交っている。